ブド 4, 4、410号機、LED 式行き先表示装置設置、乗降扉のプラグド赤改造がされた、現在の携帯ブド4、409号機、ベンゲルン駅ブド4、407号機、先頭側のみの型運転台ながら、連結側にも、全消灯、ウィンドワイパー等が装備されている、ベンゲルン駅ベンゲルンアルプ鉄道ブド4、401から118系電車は、 スイス中央部の私鉄であるベンゲルンアルプ鉄道で使用される山岳鉄道用ラック式電車である。なお、本機はブックフィー4-4型の101から118号機として製造されたものであるが、1956年の昇号改正によりアブフィー4-4型に、1965年の昇号改正によりアブド4-4型となったものであり。 その後1982年に糖室を二糖室に変更して武ド4、4型となったものである。1893年に開業したベンゲルナルプ鉄道はベルナオーバーラント鉄道、ユングフラウ鉄道の間を結ぶベルナー・オーバーラント地方の期間800ミリメートルの登山鉄道であり、これらの鉄道にラウターブルンネン・ミューレン山岳鉄道を加えて、 ユングフラウ鉄道グループを形成しており、1909から10年に直流1 5 0 0トで電化されて、小型ラック式電気機関車の HE2 に51から65型が客車を押し上げある、携帯の列車で運行されていたが、1940年代には輸送力の増強が必要な状況となっていた。一方、当時のスイスでは、 1930年代後半から1940、50年代にかけて SLM と BBC が製造した二軸ボギー台車にコンパクトにまとめたラック式もしくは粘着式、ラック式の駆動装置を組み込んだ同軸二軸で低格出力150から2 5 0ットの小出力のラック式電車がモントルー、グリオン鉄道、グリオン、ロシエドネー鉄道、 エーグルレザン鉄道、ベーマイナスビラーブルタユ鉄道の各鉄道に導入されていた。これらの機体は、主電動機を一台車あたり一台走過して、片側軸を駆動する二軸ボギー式、鋼材組み立て会社を装備しており、炭鉱での運転を基本としたものであったため、 ベンゲルンアルプ鉄道では4軸駆動で客車列車を押し上げることができる電車を導入することとなり、1945年に試作機であるブクフィン4、4 0 1号機を導入し、1963年にかけて18機を導入した機体がブクフィン4、4型の101から118号機であり、昇号改正及び客室等級の変更を経て、現在ではブド4、 401から118型となっている。本形式は、同時期の1946年に、ベルナオ・ーバーラント鉄道で導入された、BCF4、4型電車とルージのデザイン及び設計で、本線用の軽量高速電車用に開発が進められていたプレスコー溶接組み立て式台車に、直角カルダン駆動方式に、小型高速回転の手電動機と、 ラック式駆動装置を組み込んだ走行装置と軽量車体の組み合わせで、定格出力 440kW と牽引力 83kN を発揮する汎用機であり、車体、機械部分、台車を、SLM、電気部分、主電動機は BBC が担当して製造されたもので、基板と SLM 製板、運行開始年がスピ、製造所は下記の通りである。ブド 416号機屋根上には終電装置と主抵抗器が乗る乗降扉のプラグドア化とその横部への LED 式行き先表示器の設置を実施したブド4、408号機、ベンルン駅2009年屋根上に可変電圧可変周波数制御の主制御機を搭載したブド4、404号機、ベンゲルン駅2009年ブド4 417号機と制御客車2両による標準的な編成2009年ありがとうございます。